皆様こんにちは。今日予言のセミナー2日目です。竜と戦う女の一章、2回目には蛇の子孫たちというテーマでダニエル書2章を勉強してまいります。前回私たちは女の子孫について学び、今日は蛇の子孫について学んでいけるわけです。この蛇の子孫とはすでに申し上げました通り、その実態、実相を探すのは非常に難しいと言えます。したがって歴史の事実を通して予言を通して明らかにしようとしているわけです。ひとまず聖書全体に現れる主人公を今一度確認してみたいと思います。初めは女、教会ですね。次は蛇、サタンです。そして御子イエス・キリストです。この3つの主人公を常に頭に置いて学んでいるならばよく分かりやすいと思います。それでは御子出生ですね、女の子孫の出生を妨げるこの蛇の子孫たちがどのようなものがあるのか考えてみたいと思います。そのためにはまず旧約における女であるイスラエルの民族の歴史を確認してみる必要があります。イスラエルの民族の最初の時代を部族時代とこう言いました。その最初のその部族の長はアブラハムですね、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの中2の息子たちです。その中の一人がどこにいたでしょうか。ヨセフがエジプトに行きました。そしてやがて全ての家族がエジプトに移り住むようになります。そこで400年の間生活をして、モーセの導きによってイスラエルの民族がエジプトから解放されます。エジプトから出てきた最初の40年間はアラノで生活をしていました。その40年間のアラノの生活の後、カナンに入ります。そしてカナンに入った後、最初の時代を私たちは獅子の時代と言います。300から350年という獅子時代を経て、そしてその獅子時代の最後の人がこのサムエルの時に、人々はですね、王をくださいと言うわけですね。まあ、神様は与えるということを願っておりませんでしたけれども、その要求に従って最初の王、このサウル王ですね、与えるようになるわけです。そしてダビデ、ソロモン、120年間にわたる統一王国時代がありました。そしてソロモンの時代に国は2つに分裂するに至ります。ソロモンの部下ですね、ネバツの息子ヤロボアムが北イスラエルを建てて、その次ソロモンの息子であるレオボアムが南のユダを建てました。この北の方には十部族が登っていたんですね。南にはそのユダ部族、ベニャミン部族のこの部族の2つが混ざって北と南に分けられたわけです。それを少し異なる角度から調べてみたいと思います。部族時代にエジプトに入りましたね。最初の民族が入ったのではなくて、一つの家族が最初は入りました。最初はだいたい70名ぐらいでしたけども、そこで大きな民族を成したわけですね。それから獅子時代、王国の時代があって、そしてユダ、南ユダ、北イスラエルに分けられます。その後、その次ですね、北イスラエルが BC722 年にアッシリアによって完全に滅亡するに至ります。それから BC605 年に南ユダがバビロンに捕虜として捕らえられていきますね。その南ユダの歴史をの日の延長にイエス様がユダの国にお生まれになられました。そしてその後イエス様の以降にこの地上に教会が誕生します。その後この教会の時代が始まりますけれども、この時代を区分していきますと、バビロンの捕囚時代以前の時代、そして捕囚以降の時代、そしてイエス様の以降教会時代、この3つの時代に分けることができるわけですね。それではまずこのバビロンの捕囚以前の時代に存在した蛇の子孫が何なのか考えてみたいと思います。まずエジプトに入った事実、そしてエジプトからイスラエル民族が栄えていったところに、エジプトから迫害を受けるようになるわけですね。
蛇がこの女を、サタンが神様のこの民族を攻撃する理由は何でしょうか。なぜ攻撃するでしょうか。やがて自分の頭を砕くこの女の子孫が生まれないようにするためにですね。ですから旧約の女を攻撃するようになるわけです。蛇が女を攻撃する方法は、次の出来事を一つの例を挙げてみるとこうです。出埃記1章16節を見ますとですね、このパウロがファラオがそう言います。お前たちはヘブライ人の女の人を出産を助けるときに、女性子供の性別を確かめ、男の子なら殺し、女の子なら生かしなさいと、まあ、朝鮮部たちにそのように命令を出したわけですね。これはどういう意味でしょうか。生まれてくる女の男の子を全部殺すならば、まあ、残るのは女の子だけが残りますね。そしてやがてその民族は滅びていきます。結局このファラオが男の子を全部殺せという命令をしたのは、ファラオのアイデアではなくてサタンのアイデアですね。まあ、聖書の中の出来事が全てそのようにつながっていくわけです。したがって、もう女を攻撃する蛇の子孫たち、多くの国々がイスラエルを攻撃しますね。この画面の通りです。最初の国がどの国でしょうか。最初の国、これはエジプトです。エジプトがイスラエルを民族的に国家的に最初に攻撃した蛇の子孫であるわけです。そこで、アッシリアがですね、この大きな敵でありました。そしてこのアッシリアが北イスラエルを完全に滅亡することが BC722 年にありましたね。さっきご覧になった通りに、ソロモンの息子イスラエルが北と南に分裂し、北はエルブアムと十の部族、そして南はルオブアムとユダの部族、そしてベニヤミンの部族がそこに混ざってて、722年 BC にですね、アッシリアが北イスラエルを滅ぼしたときに、南ユダを全部滅ぼすことができる力があったでしょうか、なかったでしょうか。まあ、そのような力はありました。ところで、なぜ南ユダを滅ぼさなかったでしょうか。ここに、答えがあります。イエス・キリストはどの部族を通しても通して出世されましたか。ユダの部族を通して出世されたわけです。そこでこのユダの部族まで滅ぼされるならばですね、そこに道が途絶えてしまいます。イエス・キリスト、つまり女の子孫が来られる道が途絶えてしまうわけですね。したがって神様はそのような決定的なことは許されないわけです。そこでユダ部族が残されていたわけですね。イザヤ書4:1-9はそれを言ってますね。万軍の主が我々のために少し残してくださらなかったならばです、ね、神様は歴史を通していつも人間が罪にこう傾いていきますけれども、しかし常に神様の真の民が神様の御旨に従っていく人々を少しずつこう残していかれます。この残された人々を我々は残りの民というわけですね。この残った民をがこの地上で神様の御旨を成していきます。それではこの2番目の蛇の子孫は誰でしょうか。これアッシリアですね。エジプト、アッシリア、これがバビロンの保守以前の時代の蛇の子孫を私たちが見つけ出すことができます。それではこの図からですね、もう一度確認をすることができますのは、この女に対する蛇の子孫が攻撃をしますね。最初のところに入っていく対象が分かりますか。これはエジプトです。その次アシリアですね。この2つの保守時代以前の蛇の子孫ということができます。それでは保守以後の時代ですね。そうしますと、ユダの国を保守として連れていった国がどこでしょうか。バビロンです。ですると、この当然このバビロンの物語が出てこなければなりません。そしてそれを見ようとするならば、ダニエル書2章を見ていかなければなりません。そこでこの保守以降時代にバビロンがユダを保守として捉えていた
後の時代に、この蛇の子孫たちを預言の中から見つけ出すことができます。まず王たちの歴史を見ますと、最初の王がこのレホボアムですね、南ユタのです。そして、18番目の王を見ていただきたいですね。誰でしょうか。ヨヤキムですね。このヨヤキム時代の時代にどういうことがあったでしょうか。ダニエル書1章1節を見ますと、ユダの王ヨヤキムが、即位して3年にですね、バビロンの王ネブカテネサル王がエルサレムに行って、それを攻撃する。ですからヨヤキムの地帯にネブカテネサル王がこの攻撃してきてですね、報酬として連れて行ったわけです。そのような時に何のことがあった、どのことがあったでしょうか。ダニエル書1章3、4、6を見ますと、ここにですね、宦官長が王の命令を受けて、ユダの王貴族の中でとても優れた青年たちを数人捕らえて、この王宮に連れて行きます。そしてこの宦官長はですね、昔で言えばですね、宦官の長であるわけですけれども、捕らえられた人々の中にですね、そこの中にダニエルがいました。そして3人の友人がいたわけですね。ですからダニエルと3人の友人は普通の青年たちではなくて、この王族であった、その中でも非常に優れた青年たちであったということを知ることができます。彼らを捕らえてバベロンの国で教育をさせます。そしてバベロンの管理にしたり、あるいはユダを統治する指導者にするために、バベロンの中でネブカテネザル王がそういうことを計画したようです。ところがいくらも経たないうちにですね、このネブカテネザル王が夢を見ます。ここダニエル2章1節を見ますと、ネブカテネザル王が夢を見たとありますね。ところが、そのことでですね、なかなかこう悩んでしまうわけです。深刻な夢を見たんですけれども、思い出すことができません。とても重要な夢なのに全然思い出せないな、こう悩むわけです。その以降の物語をご存知でいらっしゃいますね。当時のですね、占い師や博士たちを集めて夢を当てて解釈するようにこう要求するわけです。やがてそこにダニエルが現れて、私がその夢と解釈をします。この私がと申し上げました、言ってますけれども、実はこれを神様ご自身が与えてくださるわけですね。それを信じて変えて、友達と共に神様に切に祈るわけです。ここで私たちが一つ受けなければならない教訓があります。聖書に出てくる物語を見ては、この時ですね、神様が先にですね、この神様、私がバビロンの王の夢を解釈したいですけれども、私に教えてくださいますかということを求めるじゃなくて、王の前でですね、直ちにちゃんと私が来て説明しますと、こういうふうに言ったわけですね。これは彼はですね、実は1日3回ずつ毎日神様の前で祈っていましたので、神様の御旨が何か、それをちゃんと分別する霊的なその感性を持っていたわけですね。ですからバベルの王の夢も、これは必ず神様がこれは望んでくださる、何か神様の御旨があるんだという感がありました。そこで行ってですね、確認をし、そして持ってきます、私がお知らせしますということを確認して、そして友達と行ってですね、夢を祈ります。で、神様は全てを知らせてくださいますね。そしてそのことを結果を持って王の前に行きました。この王の前でこのダニエルが語る言葉を見ますとですね、非常に謙遜で堂々としていますね。これは私たちのクリスチャンの姿でもあるわけです。謙遜であり堂々である必要がありますね。王よ、王が見た夢のことについて、説明するわけですね。将来のことを考えておられました。そのことを神様が、将来のことをあなた様に教えたわけですよということを告げるわけですね。ですからこの王が見た夢は、これは将来の出来事なんだということを知ることができます。王が夢の中で入る前に将来のことを考えましたね。ですからこれはですね、王が考えたことさえも当てているわけですね。そして神様がその考えに当てて将来のことを告げてくださいました。
ところで私がこれを持ってきたのは、私の知恵が他の人より優れていたからではありません。本当に謙遜ですね。王が今考えたことを神様が知らせてくださいました。考えていたことは将来のこと。王、あなたは大きな像をご覧になりました。その王の前に神様、王が立っていたのに、その王とても大きくて光り輝いて、そしてでもですね、そういうまあ像が立っていました。これはどういう意味ですか？これは将来のことを像として表している。で、その内容はですね、この像の頭は金でできていますし、胸、腕は銀です。そして腹はこれは銅ですね。それから太ももは鉄であり、その足は鉄といくらかは土で混ざっています。それ聞いてみたらですね、思い出すわけですね。見事に当てているわけです。ところで王がこれになりましたら、人の手によらない石が、この石がですね、飛んできて、この像の足を打って壊しますね。そしたら、その鉄とこの土、そして金銀銅で作られた全体が完全に壊されてですね、飛んでしまっていて、そこにこの飛んできた石がですね、全世界に満ちあふれる。それを聞いてみますとですね、見事に当てているわけですね。その場面を画面を通してですね、今もう一度見ていただきたいと思いますね。これ像があります。光り輝きますね。そしてとても大きな不思議なこの像が現れて、頭は金で、そして胸、腕は銀であり、そして太ももはですね、これは銅、そして足は鉄で、その下は鉄と土が混ざったこの像ですね。その次はそこに大きな人の手によらない石が飛んできます。そして飛んできてこの足を持って壊してしまいます。そしたら完全にこれは飛んでいってしまうわけですね。この像を打った石が山を作り、全世界に満ちあふれる。これはどういう意味でしょうか？この解釈をですね、王の前でしているわけです。全体の内容は、王が本当に知りたかったその将来の出来事です。この絵で見ている通りに、この場面は未来の出来事ですね。この解釈を王の前で語るわけですね。この金でできた頭はあなた自身です。バビロンです。そしたら王がですね、これはびっくりするわけですね。私が頭できた金であるね。そしてあの金でできたこの頭はバビロンの国を象徴するものです。その次に王の後に、あなたほどではない一つの国が、つまり銀の国が あなたの国を打ちます。歴史を見ますと、バビロンの後はですね、メディア、ペルシャ、二つの国が連合国として、この一つの国を滅ぼしました。その後、それがペルシャの帝国になっていきますね。その次、三つ目、これはですね、制度の国が現れて、全世界を治めます。そのがペルシャ帝国よりも、まあ、それほどではないけれども、滅ぼされるわけですね。それはメディア、ペルシャの帝国の後はこのギリシャであって、このギリシャにですね滅ぼされます。その次4つ目は非常に強いですね、鉄のように強い国ですけれども、その太ももが鉄でできていますね。鉄でできています。これは全てのことを壊しですね、打ち勝ちますね。そしてその国が全ての国々を壊してしまうわけです。でこのギリシャの後に出てきた国は、歴史を見ますとこれはローマ帝国ですね。鉄で作ってできた国ですね。あまりにも多くの国を占領した恐ろしく強い国が生まれてきたのです。このローマ時代にどなたが来られましたか？イエス様が来られ、そしてイエス様が十字架にかかって死なれました。
それではこの4つの国が出てきましたね。イスラエルを攻撃して、このイスラエルをどのように攻撃し、その文化を抹殺させて、そして民族性を壊しですね、その話をが詳細にありますけれども、全部お話しすることができません。まあ、国の名前を確認してみたいと思います。まず3つ目の蛇の子孫です、ね、イスラエルを攻撃した国はどこでしょうか。それはバビロンですけれども、聖書に明確な答えが出ているわけですね。エレミア書の50章17節を見ますと、イスラエルのこの散った羊ですね、羊たち側からに追う、そしてアシリアの王が食べ、次にはバビロンの王が、そのネブカテネザル王がその骨を折る。アシリアの次に出てきた蛇の子孫が出ていますね。それはバビロンです。そして3つの国は蛇の子孫はバビロンです。その次はどこでしょうか。バビロンの次、これはペルシャです。でペルシャの次はギリシャですね。そしてギリシャの後にローマが出てきますね。ローマ帝国の後にもう一つ出てきますけれども、それをこの次の時間に勉強することになります。まずローマ帝国間まで聖書予言を確認をしてみたいと思います。王がその足と足の指のいくつかを、このいくつかはですね、土とこの鉄で混ざっているのをあなたはご覧になりましたというわけですね。その足の指のすぐ上にあった国はどこでしょうか。太ももですね、これはローマです。ローマがどうなりましたか。これがですね、分かれますというわけですね。ローマは本当に強くて力強かったので、ある国がですね、その国をこの征服することは非常に困難でした。まあ、結局ローマの帝国のこの歴史を見ますとですね、まあ、一時的にこのいっぺんに滅びるのではなくて、長い時間をかけてこれは分裂していきます。その世界史を見ますと、ローマは分裂する原因がですね、ゲルマン民族の移動から始まった、そしてあっちこっちにですね、こう弱まって、そして徐々にローマ帝国が分裂する場面がこの歴史の中に出てきます。最初は東ローマがそれぞれこう分裂しますね。そしてローマのこの王座がある西ローマ帝国が結局たくさんの国にこの分裂してですね、アングロセクソン、スエビス、西高等、バンダル、ブルゴンディ、フランカ、このようにですね、こう分裂していたわけです。ローマから分裂した国々が現在ですね、現代のヨーロッパ、フランス、イギリス、ドイツ、ポルトガル、スイスと、まあ、こういう国々になっていた。そこで今分裂して、分裂した後ですね、鉄とこの土が混ざっていますけれども、一つにはならなかったように、ローマ時代以降にもですね、鉄のように強かった国が土のように弱い国と混ざることは、ありませんというです、ね、一つにはならないというです。この分裂した国の状態がやがてどのようになるでしょうか。石が飛んできます。ですから私たちは今このですね、足指の昔のローマから分裂したヨーロッパの国々だけが考える必要はありません。これはイエス様の再臨、そして飛んできた石がこう全世界に広がるわけですから、この足の指に分裂したのは全世界の強い国と弱い国が一つとなって生きる。しかし結局一つになることはないということを説明しています。そこでですね、鉄とこの土が混ざった国は分裂したローマ帝国時代以降の分裂した国々を象徴するものです。ところでここで私たちが一つちょっと考えてみる必要がありますね。そこにまあちょっと変わった数字がありますね。あの数字は比重というものですけれども、比重というのは水の重さを基準にして1と見たときに、それに比較した重さを比重と言いますね。つまり金がこの水の重さの 19.3 倍あるというわけです。金は非常に重いですね。ですから水1杯はですね、持ち上げることができても、金1杯はですね、持ち上げることができないわけですね。その次、銅がですね、この水の重さの 10.5 倍です。それからこの銅は 8.9、 鉄は 7.8 倍、そして鉄と土が混ざっているのはそれより軽いわけですね。下に降りていくほどこの軽くなるわけですね。
そうすると安定感がありますか？まあ、非常にこの不安ですね。したがってあの像は、あの絵ではですね、立っていますけれども、実際に金属で作ってあのように置いといたら、立っていることはできません。非常に不安定ですね。つまり言い換えれば、人間が作り上げた全ての国々の歴史は絶えず不安であるので、いつかやがって倒れるしかない、そういうことを意味するものです。結局人間の国はですね、いつか倒れるということを意味しますね。それではもう一度歴史的な構図を見てみます。女があり、蛇があります。エジプト、アシリア、バビロン、ペルシア、ギリシャ、ローマが打ちました。そして次に出てくるもう一つの蛇の子孫、まあ、次の時間に学びます。ダニエル書7章を勉強しますけれども、今日はここまでの内容を共に勉強していきたいと思います。今日この像を見ますと、蛇の頭をこの砕く神の御国が飛んできますね。これがすべて蛇の子孫と女の子孫の間で起きている激しい戦いの内幕、内訳ですね。この夢の最後の部分は何でしょうか？大川を見ていますと、人の手によらない石が飛んできて、人の手によらないということはどういう意味でしょうか？人間が作った国ではなくて、神様ご自身が建てた国を意味するわけですね。ここで言う石とは何でしょうか？他のものは全部金属でできていますね。ところが最後に出てくるのはこの石ですね。石の国が飛んでくるわけです。第一コリント10の4を見ますと、この石はどなたですか？ここはキリストというふうに言っています。そしてペテロ第一の2の4節を見ますと、人々に捨てられたこの石、この石はやはり生きたイエス・キリストであられる、まあ、ここにあるわけですね。ですからイエス様はですね、たびたびこの石として象徴してされています。石はイエス・キリストです。この銃の分裂したこの国々の時にですね、強い国と弱い国がこの混ざっていますけれども、一つになることがないこの分裂の時に、どなたが国を建てるでしょうか？神様が一つの国をお建てになります。これは永遠に滅びることもなくですね、そしてその国の権利が他のために行くこともなくですね、全ての国を滅ぼし、そして永遠に立つ。人間の世はですね、決して自ら滅びたり、まだ自滅することなくですね、神様が建てられる国によって新しく作られるわけです。この世がどんなに複雑で混乱で恐ろしくてあってもですね、私たちを恐れる必要はありません。必ず希望の国、神様の御国がこの地上にやってくるわけです。この石、イエス・キリストの再臨を表す場面ですね。ここにイエス様が昇天されるときに人々が見ているこの光景があります。そのとき天使たちが現れて、どうしてあなた方は見ているのか、あなた方がこの上がっていかれるイエス様をご覧になった見た通りにまだ来られる。使徒行伝1章の11節に天使が語っているわけです。もうすでに昇天される前にですね、イエス様もご自分でおっしゃいました。私はあなたたちのために住まいを用意するために行きます。行って住まいが用意できればまた再び来てあなたたちを迎えに来ます。そして私と共に住まわせますということをですね、語っておられます。多くの人々が死んだらですね、すぐ天国に行くとそういうふうに言います。死んですぐですね。ここではイエス様がですね、私が再び来てあなた方を私のもとに迎えに来ます、
その後あなた方は私と共にいますとおっしゃっていますね。この霊魂不滅説っていうのは非常にですね複雑ですけれども、この聖書の御言葉一つだけを理解すればですね答えはここにあるわけですね。イエス様が来られて私たちは初めてその方と共に生きることができます。ここにですねまだこの像を寝かしてみます。あまりですね長く立っていますと疲れますからね、少し寝かしてみました。ところでこの立ってられないですね。この寝かしてみたら理解しやすいです。これバビロンです。金の頭ですね。その次は銀のこの胸腕ですね、ペルシャ。その次は国はですね、これはギリシャです。その次はこれはテス、これはローマですね。それから分裂の国、分裂の時代にどなたが来られましたか？イエス様が来られて、この地上にですね神様の御国が訪れます。これがですね神様の時刻表ですね。まあ黙示録の11章15節に私たちは一緒に読んでみたいと思います。世の国が主とイエスキリストの国となり、永遠に王として、この世の国々の王たちはですねいつも不安ですね。みんな人間であるわけです。そしていかなる人もですねやっぱり不完全であるわけですね。このイスラエルの歴史を見ますと、その王たちはですね非常に悩むわけですね。人間だからです。ところが将来に起こるであろう神様の王はどなたでしょうか？その方はキリストです。その方が治める国、その方が治める王であられる民は幸せであるわけですね。一日も早く来ることを願っています。必ず来られます。イザヤ書28章16節をですね見ますと訴えがあるわけですね。主は言われるわけですね。一つの石を使用においてそれを基礎とすると。でこの石はですね非常に硬い石なんだ、こういうふうにですねおっしゃっているわけですね。どなたでしょうか？この石は言うまでもなくイエス・キリストです。試みられ、そして非常に硬いですね石。その石を信じる者は、その石を信じる者はですね、主ご自身が守ってくださるわけです。イエス・キリストを心から信じて従って生きる人生は決して失敗することはありません。急にですね殺されて滅ぼされてしまうということもありません。皆様はこの意志であられるイエス・キリストを永遠な救い主、主人として迎えて生きていただきたいと思います。ところで重要なことはですね、その方が王であるならば、その方が来られる前から私たちの心の王となっていく必要があります。もうすでに私たちの心の中の神様の王国があるべきですね。それを恵みの王国というわけです。その恵みの王国の王はどなたでしょうか？その方はイエス・キリストです。ですからイエス様が実際にこの王として来られる前に、この恵みの王の王であられるイエス・キリストと共に、そのイエス様の治め、この統治を受けるに慣れている人々、訓練を受けた人々がやがて栄光の王国に入って、キリストであられる王であられるイエス・キリストの統治を受ける資格があるわけですね。そこで私たちはこの地上で住む間に、私たちの心のこの御座、心の中に既に作られた恵みの王国、その王国の心の御座にキリストを王として迎え入れて、その方の導きを受けて生きることが習慣となって、そして絶えず訓練を受けることによって初めてですね入ることができます。この言葉を深く考えてみる必要がありますね。まあ、ここに石の物語が、これ聖書ですね、とてもたびたび出てまいります。このマタイの福音書の21章44節を見ますと、この石の上に落ちてくるものは砕かれるわけですね。そしてこの石が人の上に落ちれば、その人はですね、まあ、滅びるわけです。これはどういう意味でしょうか？
この石の上に落ちる人は砕かれます。この石が人の上に落ちると、その人は粉々になってしまいますね。ですから、人が人の上に落ちるということはどういう意味でしょうか？石が人の上に落ちることがいつ起こるでしょうか？イエス・キリストの再臨することを石が人の上に落ちると表現しています。その石が人の上に落ちる前に、私が自ら石の上に落ちるならばですね、そして砕かれるときにその国の国民となります。皆様、私たちみんな罪人です。本当に罪人です。私は年はですね、そんなまあ大したまだ若いですけれども、まあ50代半ばですけれども、人間がいかに弱くてですね、罪深い存在であるのかということを本当にしみじみ感じます。本当に大きな罪人ですね。人間は私たち自らをですね、直そうと一生懸命努力するということは何の意味もありません。無意味ですね。神様から私たちを直してくださらなければ、私たちは決して自ら決心してこの罪の性質を直すことができません。うまくですね、やっているうちに何か危機が訪れるとですね、すぐ自分のこの罪の性質が出てしまいます。年を取ればどうでしょうか？よくなりますか？不思議ですね。イエス様を長い間信じて信仰を持っていれば、ますますですね、こう磨かれて、少しマシにならなければならないのに、不思議ですね。年を取ってもですね、全く弱くよくならないんですね。私たちの毎瞬間瞬間ごとに、私たちの力であられるイエス・キリストをより頼み生きる必要があります。その方と離れる瞬間、我々はどうにもできない罪人です。その間ですね、まあ、自分自身はこう磨いて生きて変わったように見えるけれども、私たちの霊的な力がキリストと分離された瞬間、我々は何でもなくなります。絶えず罪の修正を、そして直すべき事柄、キリストの上に落として、そして砕かれる信仰を持つように、自らがですね、自我に死んでイエス・キリストが来られて初めてその国に入ることができます。ここに我々はどのようにその御国を前に置いて生きるべきなのか、とても重要なメッセージがあります。ヨハネ第1ですね、2章15、17を見ますと、この世の中でですね、この世にあるものを愛してはなりません。ここにあるすべてのですね、ものを全部過ぎ去っていくものですね。しかし神様の御国を行う人は永遠に生きることができる。私はこの言葉とても好きです。この世の目に見えるもの、この現実、これは決して永遠に生きません。これと第4章18節を見ますとですね、私たちが見るものは、求めるものは目に見えるものではありません。私たちはあまりにも多くの時間をこの目に見えるものに捉えられていきます。本当に神様が与えてくださる知恵と信仰を持っている人々は、見じ見えないものをまるで見えるかのように生きます。そうですね。私がある地域のですね、まあ、講演会に行きました。その方がですね、名刺を私にくださるわけですね。見ますと、このピアノのですね、学校の先生でした。私はそういう名刺を初めて見たんですね。職業という欄にですね、伝道って書いてあります。副業、ピアノ学院、まあ、そういうふうにですね、名刺に書いてあるわけですね。私たちのすべての関心、それがですね、あまりにも見えるものにこの捉えられて、囚われて生きるわけです。子供たち教育させること、まだですね、もっといい家に引っ越すこと、
車をいい車買うこと、もっとおいしいものを食べてですね、豊かな生活すること、まあ、こういうところに私たちは多くの時間を使ってしまいます。実際に霊的なことにはもっと投資する時間が非常に少ないわけですね。ですから私たちは霊的に成長しません。反面ですね、サタンは今竜の子孫を通して、吠えたかる死のようにですね、その飲み込む人を探していますね。ところで攻撃対象がである神様の民が何の準備もしないでやられています。私は今日サタンが我々人間を試みて自分の民にこう引きずり込む最古の方法を急いで作っているだろうと思います。我々は本当に忙しすぎます。朝目を覚ましてですね、夜寝るまで、あまりにもなすべきことが多いわけですね。最近は携帯電話ですね、そして、パソコンですね、多くの時間をそのようなところに捉えられて、そして本当に忙しく慌ただしくですね、複雑な生き方をしています。神様の御言葉を真摯に読み瞑想し祈る暇がないわけです。これはサタンの戦略です。竜の戦略ですね。我々もう少しですね、霊的な価値を追い求める必要があります。もう少し多い時間を神様の御言葉にを短くし、ちょっと多くの時間を真摯に心から切に祈る必要がありますね。こういう霊的なところにもっと心を注いでいくときに我々は霊的に成長していきますね。夕拝、まあ、この聖書ですね、夜聖書を神様の前御言葉を読む時間をですね、逃さないようにお願いしますね。都市の教会、普段見ますと本当に人が少ないですね。この安息の時もですね、安息日にも本当に人が少ないのが現実です。どこで一体何をしているんでしょうか。霊的に成長するためにはですね、霊的な事柄により多くの時間を投資する必要があります。それはですね、自然にできるものではありません。この世の中のことより、この世の中に属した事柄より、過ぎ去って全部消えてなくなってしまうようなところに時間を投資するのではなく、神様の御旨を行い献身していただきたいと思います。そのような人々が永遠に生きると、そう言っています。イエス様はこの地上におられる間、ルカによる福音書12章15節にですね、彼らに言われました。この欲を捨てなさいってですね、人の命はその豊かさな豊かなその所有にあるのではありませんと、こうおっしゃっておられるわけですね。私たちの心と思いを霊的なことにこの固定する必要があります。やがて石の国がやってきます。その石が現れるときに、その国に入ることができるように、この地上で良い練習をしていただきたいと思います。もう一度ですね、この御言葉を見てみます。この世にあるものを愛してはなりません。すべて過ぎ去っていきます。やがてですね、飛んでくる石のために準備していく必要がありますね。イエス様は確かに、私たちがそのいつ来られるか分かりませんけども、間もなくこの地上に来られます。普段からですね、その心の中に主を迎え入れて、その命令に従って、生きる人々、その人々を迎えにイエス様は現れて来られます。この栄光の地下にですね、この素晴らしい地下に、この感激の地下に、皆様と私がその国にいてはいなければなりません。主は間もなく来られます。私は間もなく来ると、アーメン主イエスを来たりません。必ずですね、この石の国が望むその日、我々は共に喜び楽しい心で、そして準備された心を持って、その中に入ることができますことを心から願います。